この教室は2009年に開校しまして、今年で10年目になる音楽教室です。私自身はまあこの教室の代表であり、もともとはあのピアノの調律師といってピアノを修理したり、あの音を合わせるですとか、あとまあ塗装とか、ピアノの修理だったら何でもやるんですけども、そういうことを仕事にしてきたんですけれども、いろいろな思いを込めてピアノの講師もするようになり、現在に至っております。昭和50年生まれ の, あの中年のおじさんなんですけれども、お聞きいただいたようにクラシックもジャズも好きで、いつもピアノを弾いております。はい。娘が3人おりましてですね、一番上が今中学1年生13歳、3年生は9歳、それから5歳の娘がおりまして、3人ともバイオリンを弾いております。ピアノ調律師でピアノ教室をやっているんですけれども、自分の子供が音楽をやるときは持って運べる楽器がいいなという憧れがあって、あのバイオリンをあのするようになりました。で、3人の娘たちがそうやって音楽をしながら成長していく過程を見ておりまして、その経験を生かしたあのピアノレッスンをしております。あの楽器はバイオリンでピアノとは違いますけれども、音楽を学ぶことには変わりございませんので、あの全く問題なく教えられるというふうに自負しております。そして、三女の父でもありますので、あのこんな見てくれのおじさんですけれども、あの心配しないで、ぜひあのピアノレッスン、まずは体験レッスンの方に来ていただけたら嬉しいなと思います。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。